つい先日、僕ちょっと病院に通ってまして、病院に行ったところ、ダッポーハーブを、まあ、製造元だったんで下ろしていた本物のヤクザさん、もう会うことがない、はっきり避けてた人間たちに会いました。それも突然のことでした。狭い大体10畳ぐらいの待合室の中で出会って、あ、もうこれは殺されるなと思いました。まあなんせ僕が辞めたことによって彼らには収入が激減したでしょうから、もう、あ、覚悟しました。だからなぜか僕が見えなかったのか透明人間になったのか分かりませんが、完全にスルーされて、まあ別に会話をしたわけではないですが、向こうのヤクザさんは僕を多分、まあ汚い言葉ですけれども殺せ、取ってしまえっていうふうな試練に出てるんではないかなって思います。の親分格の人と、そのお付きの人と、結構エリートの、まあ沖縄ではエリートのヤクザと出会って、本当にお腹の底から聖霊様のために、神様のために、教会の奉仕活動、そういうことを最初は分からずに、まあ、とりあえず奉仕してみようとか、そんなことで始めた奉仕活動、そして祈り、そういうことをすると本当にこういう奇跡がまた起こるなと、もう命の覚悟をしたんで、これはもう終わったな、僕は終わったなと、まあ、せっかく神様に出会えたのに、ここでもうその手伝いをすることももうないかと、ここでもう僕は終わりだなと思ったのにもかかわらず、言葉にならない経験ですね。本当に命がかかってるような相手なんで、やっぱり僕はヤクザでもないし、ただヤクザさんがちょっとやっぱ大金が動く内容なんで、まあ頭を下げてくるような立ち位置にいたんで、アメン、イエス様感謝します。感謝します。